女子が選ぶ、第2のキムタクになれそうなカリスマジャニーズ、ランキング、沖田純一、嵐桜井翔、二宮和也を抑えたのは、惜しまれつつジャニーズを去るキンプリメンバー、第4位以下。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 本サイトでは10ケラ30代の女性100人に、第2のキムタクになれそうなカリスマジャニーズについてリサーチ。トップ3は別記事で紹介したが、こちらでは第4位以下のメンバーを見てみよう。四角第8位は嵐桜井翔、関ジャニエート大倉忠義セクシーゾーン菊池風魔、第8位には嵐の桜井翔。 カンジャニエートの大倉忠義生在ゾーンへの菊池風間が同率ランクイン。嵐の桜井翔はグループとしての活動、俳優としての活躍以外に、ジャニーズで初のニュースキャスターになるなど、新ジャンルを開拓したことでも知られる。ずっと若々しい32歳、女性自営業。バラエティ、ドラマニュースなどいろいろなところで活躍している31歳、女性主婦。 関ジャニエートの大倉忠義もソロで俳優としても活躍しているが、他に2021年に CD デビューを果たした何わ男子のプロデュース、関西ジャニーズ JR のグループアムビシーオルースへのプロデュースも手掛けている。整った見た目と抜群のスタイル。嫉妬した雰囲気。あとはファンだからです。21歳、女性。顔が整っていて中性的。 雰囲気があるから、32歳、女性、事務職。生在ゾーンへの菊池風魔は今期、ドラマ、隣の男はよく食べる、テレビ東京系、で、暮らし仲間とダブル主演を務めるなど、ここ数年、俳優としての評価も高い。またバラエティでは芸人も驚く体当たりぶりを見せているが、慶応義塾大学卒のインテリでもある。演技、歌。 バラエティ多彩だから22歳女性。ふざけたこともかっこいいこともできる35歳女性パートアルバイト。資格第5位は落ち田純一、嵐二宮和也、何は男子道へ俊優。第5位は落ち田純一、嵐の二宮和也、何は男子の道へ俊優。落ち田純一は主演映画、最後まで行く。 が公開中、また嵐の松本潤主演 NHK 大河ドラマ、どうする家康に出演するなど、V6 解散後は俳優をメインに活動している。大河ドラマ主演など演技に関しての賞も受賞していたり周囲からも演技が認められている、16歳、女性学生フリーター。俳優としての実力がすごい、30歳、女性自由行。貫禄がある、30歳女性自由業貫禄がある3 0歳女性 嵐の二宮和也は、嵐の活動休止後も、バラエティ、ドラマ、映画で活躍。また後輩たちと共に YouTube、ジャニのチャンネルを率いるなど、新しい活動もしている。俳優としてもバラエティとしても幅広く活躍し、マックの才能やプロデュース力もあるので、幅広く存在感を発揮していきそう。39歳、女性。<laughs> ドラマの役が毎回ハマって見応えがある32歳、女性主婦。圧倒的な演技力29歳、女性パートアルバイト。何わ男子の道へ俊優は、母親がスマップへの大ファンだったこともあり、バラエティなどで子供の頃からスマップへのコンサートに行っていたエピソードなどを明かし、木村ファンだったことも公言している。 道枝はグループとして CD デビュー前の2020年に、木村主演ドラマ、B、G から新編系五人から、テレビ朝日系で共演を果たしている。50代の母親もキャーキャー言ってるレベルなので慣れ、総29歳、女性事務職。若い頃の木村拓也に雰囲気が少し似ている、30歳、女性総務人事事務。 オーラがある33歳、女性会社経営役員。資格第4位は50代になって違う魅力が出そうなキンプリ平野仕様。第4位は、q n g アン s のヘイヤー仕様。平野はグループとしても個人としても人気絶頂、俳優としてもドラマ、映画で活躍したが、5月22日をもってキンプリを脱退し、ジャニーズ事務所を退所する。 5月19日には、ミュージックステーション、テレビ朝日系に5人体制の金プリとして最後の出演をした。テレビ初披露となる、ビューティフルフラワーを歌う前に、平野は5年間僕たちのことを支えてくださってありがとうございました。とファンに向けて感謝のコメントをしていた。50代になったらまた今とは違う魅力が出そうだから33歳、女性自由業。 魅力的ダジオーラがある22歳、女性パートアルバイト。演技も歌もダンスもすごい。常に注目されている、35歳、女性、事務職。勢いのあるキンプリの中心メンバーだから35歳、女性主婦。NHK 大河ドラマ、どうする家康、主演、国民的グループ嵐の松本潤を超えたのは 第2のキムタクになれそうなカリスマジャニーズトップさんはこちら。平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。